ストライクドッキング、ゴリちゃんみもです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は、貴族性キャラトップ10やっていきたいかと思います。はい、ということで、先週にね、光属性やったんですけど、まあ今週にね、もう貴族性やっちゃおうということで、範囲としては、スパイファミリーのコラボアルファも入ってます。正確に言えばコルセアまで入れてる評価、ね。あ、コルセアね。コルセア。ボックス、あの図鑑ナンバー的に言うとね、はい、もう最終まで入れて、まあ全キャラが対象ですと。はい。そんで、まあコラボもね、あの、全部ミックスなんで。はい。全部ミックスなのでね、結構難しかったです。そうですね。はい。で、評価基準としては、まあ、難しいところに行けてるかとか、まあ今の環境に、で、めちゃくちゃ使ってるよね、こいつみたいな。まあ、使用頻度、まあ、適正の数、まあ、その適正の、まあ、深さ、みたいな、変わりないっていうことかな。うん、まあ、もろもろ含めてってことですね。そう、もろもろ含めての、いろいろな評価になっておりますので、はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ、やっていきましょう。第10位は、華鏡院のりあきです。おめでとうございます。モースメの適正で言ったら、離れ小栗の適正でございます。離れ小栗の適正って言ったら、反射の方のミューズだったりとか、まあ、バルムンクとかも先だったらそうなのかな。ダメオワープで言うと。とりあえず最悪ダメオワープがあればいいっていう感じ。まあ、でもこいつはね、完全にミク対応っていうことで。さらに、SSA 割合持ってますよね。あれが離れの小栗のステージに刺さりすぎてる。はい。だからピアッシングオール。あれを使わないとほぼダメージが通らないんですけど、華鏡院さんに関してはもう、この SS があるからね、最悪雑打ちもしっかりダメージ入ってくるっていうね。しかもその数値もしっかり近くにいれば、まあ、かなりの大ダメージ狙えると。はい。フィニッシュ力もあり。はい。というのがめちゃくちゃ強い。で、友情コンボでなんか雑魚処理でもできるっていうのもいいっすよね。そうね。はい。まあ、あそこのステージで雑魚処理できるということで、他のステージでも、やっぱりこの友情コンボっていうのは強いです。うん。シンプルに。ただ上位陣が友情強すぎるだけ。貴族性に関しては。うん。うん。こいつはこいつでね、ちょっとやばいのもらってる。新春のやつ2つ持ってるから。目立たないだけで実際強いよね。実際もう使ったら、あ、バカ強いんだなって思う。はい。まあ、てことで、今回はまあ、まあ多くは離れ小栗の適性を重視して、まあ10位かな。他にも細かいところで言うとね、未開とかもいけるんですけど。はい。ということで、今回、華鏡院が10位でした。第9位は、中富の鎌足りです。はい。ということで、こいつ鎌足りさんはもうこれでもう誰もが知る、天満里の適性キャラ。まあ、未だに強いっす。そうですね。マジで強い。はい。まあ、全然、鎌足り読んでもいいよっていうレベルで。うん、はい。超天満に適正、もう元祖天満に適正ですよね。で、まあ、今年で言うと、未開でも活躍しましたよね。やっぱりこの、ダメを、魔法陣なのかな。魔法陣絡みが多かった。はい。で、この SS がぶっ壊れてる。8ターンで打てるアクセラレーター状態ね。これ超強いよね、やっぱ。これが超強い。それが自身の連撃キラーと合わさって、すごくなんか、今年は特に接待されたなっていうイメージ。うん、別にこれ活かさないと思えばそういうステージ作れたと思うんだよね。まあ確かにね。だけどなんか、こういうのが生きるようなステージが多く、うん、多くっていうか目立ったかなっていう感じ、今年は。なので、まあ、鎌足さんはすごいお気に入りキャラなのかな、運営さんも。うん、うん。っていうイメージが強いかな。はい。ということで、まあ、天満里の、まあ今だったら、第二適正ぐらいになっちゃってるのかな。うん。でも、やっぱこう、そこそこの評価っていうのはしてあげたい。SS とかもね、替えがいないんで。はい。ということで、第9位は、中富の鎌足りでした。第8位は、ツタンカーメンです。おぉ。はい。まあでも、ぶっちゃけ、ツタンカーメンと鎌足りに関してはめちゃくちゃ悩みましたね。やっぱ天満2位のところで評価したから。そう、同じくそう、天満2の適正キャラじゃないですか。このダメを前にっていうところでね。で、まあ、ツタンカーメンに関しては、まあ、法人になっちゃうんですけど、1回の殴りがめちゃくちゃ強いですね。みたいな感じ。だから雑魚処理が、その、1回の殴りが強いからワンタッチでいけたりとか、ボスの削りも嫌だったりっていう、その代わりちょっと魔法人になっちゃうっていう、ちょっと、あれがある。その評価のところは難しかったんですけど、まあ、だからトントンぐらいで評価にしちゃうな。なるほど。うん、天満2に関しては。ただ、ツタンカーメンはもう一つ形態がありますよねっていう話。で、そのもう一つの形態っていうのはしっかり強い。攻撃型の、やっぱりコピー持ちのね、キャラということで、こっちのツタンカーメン、バフまで持っちゃって、サポーターとしての素質は素晴らしいんですよね。今でも、パッとこいつじゃなきゃいけないっていうところはないよ。
いや、ないよなとは思いました。でもしっかり強い部分を持ってる。最近やっぱ毒っていうところもね、個性だと思うし、サポートキャラというか。まあ最近は三日月を使う環境じゃないんで、この毒の価値は貴族性が下がってるかもしれませんけど、何かしら毒キラーのね、強いやつが出てきたらもうツタンカーメンっていう卓になりそうだし。うん。まあしっかりこっちも強いなと思って、まあ両形態の評価込みで、まあ今回は第8位ということにしました。はい、第7位ゾロ。おぉ、ゾロ入るか。あれ、ゾロは強い。そうだよね。はい。まあ、貴族性のその貫通殴りキャラの枠で言ったら、未だにナンバーワンクラスだとは思うんですよね。まあ、それを代表するかのように、まあ、桃源郷だったりね。はい。あそこではもう大活躍。もう、ゾロ以外でやりたくないもん。桃源郷とかで。桃源郷むずいんじゃないかいや、普通に、なーなーにはできないな。まあ、ゾロでちょっとなーなーになるかっていう感じで。はい。まあ、こいつはね、やっぱり殴りの感じがやばいっすよね。バランスからの超マイン弱点キラー M。この掛け算がとんでもない。プラスでこの替えの効かない割合 SS を持っている。HB が減少するほどで、最大 60% まで出す割合。うん。でも、友情も別に悪くはない。そうね。アビリティとかね、いろいろ乗ってしまうとね。まあ、有用で使うってところは今はないですけどね。うん、正直。はい。殴りとやっぱこの SS の部分で貫通でやっぱ最強枠の、最強枠の殴りをしてると思うので、まあ、これぐらいの順位にいてもいいかなと思いました。過去には、まあ、無理やり天魔7とか連れてったっていう実績もあります。だから別に今でもいける。だけどまあ、奴のせいで行かなくなったっていう。まあ、奴ありがとうって感じなんだけど。そうね。ゾロでやると正直だるすぎたから。はい。てな感じで、まあ、貫通の枠で、はい、ゾロが第7位に入りました。第6位、ロイドアルファ。おお、今来てるやつじゃないですか。いや、こいつは、はい、ほんと思ったよりだね。おお。正直。別にな、舐めてたよ。舐めてたんだね。舐めてはいた。うん。まあ、だけど、これ順位とかにすると、かなり上の方の評価に行くなと思った。なるほど。まあ、なぜかというと、ちょっと豪絶適性もらいすぎ。うん。豪絶天魔。うん。まあ、もろもろ。まあ、いけるとこ多すぎ問題ね。ね。なんかこいつ一体いれば、本当にね、初心者の方ってめちゃくちゃ助かると思うのよ。まあ、友情で無理やりね、豪絶の下の方を、昔のやつ、古いやつはいけると思うし、まあ、ダウト、サマ、ハービセル、天魔に。この4つはちょっと、すごすぎるな、とは思ってしまったけどね。うん、この1体で、連れて行けちゃうっつうの。そうだね。うん。まあ、あと環境もあると思うな。おそらく、上の奴らがほぼ1番取ってるから、たくさんのとこで。そう。わかる。わかるよ。貴族性ってね、ちょっとね、1位、2位、3位あたりがやべえんだよ。やばいんだよね。あそこら辺が、そのモンストの水属性のステージを超えて牛耳りすぎて。そうそうそう。5位から下のランク付け、マジで難しい。そう。トップがいねえからさ。そう、トップを比べていくことができないから、この汎用性が評価されるのはね、この属性は仕方ないと思う。いや、ちょっと貴族性だから評価難かったね。ほんと上の属性、あの3体何なんだよ。っていうレベルで、ね、牛耳りすぎ。うん、まあ。特に1位のやつだな。そうだね。特に1位のやつが牛耳りすぎてて、はい、なかなか難しかったんですけど、まあこの汎用性っていうのはかなり評価していいかなとは思いましたね。はい。で、まあ、その1位がいけないところでもね、やっぱり、ダメージオールとかね、原則は持ってますんで、うん、そこで壁ドンとしての利用ができる。なるほど。で、ただの壁ドンじゃなくて、原則に使うまで負ける。で、たまに遅延までさせる。まあこの SS はやっぱ強いよね。そうだね。うん。で、まあ、誘発友情も持ってて、主友情も全然威力が出る感じになってるので、すごくロイドっていうのは、なんか、目立ちはしないけど、とんがってないんで。うん。丸く強えな。もう安定した仕事をするなっていう感じ。まあ本当、スパイファミリーでの本当ロイドっていう感じ。安定したなんか仕事しそう、するじゃん。はい。まあてな感じでね、ちょっとかなりの適正数を評価して、まあその中で、うん、かなりの適正数で、どれも高水準にこなしている。うん。っていう印象から、今回はロイドを6位にしました。で、将来的には重力ダメをマインで怖いなっていう感じ。このライン増えたらね、コルセアとかで。はい。はい。まあ、てな感じで、まあ、期待も込めて6位な。第5位、マホロバでございます。うん。
はい、まほろばさんなんですけど、まあ、最近はちょっと出番ないかっていう感じ。うんうんまあ、さっき言った通り上が牛耳りすぎてるからだね。そうだね。はい。で、マホロバの活躍で言ったら、まあ、未開が俺は目新しいから42とか。あそこではもうほんとレギュラーで、こいつの、やっぱ特徴的であります、バイタルキラーエムノンのルー誘発で、クイックチャージショット。で、クイックチャージショット初出しのキャラでございます。これほんと威力とんでもないっす。超強いね、やっぱこの友情は。超強い。まあ、そこの一発の威力に関しては、うん、結構上位陣にも食いつけるような性能してる。でそいつらは食えるような威力。友情がなんか結構差別化されてて、ちゃで個性あるよね。そう、個性あるこいつは。そうだからマホロバっつうのはかなりの高順位にした、個人的には、うん、で殴りに関しても砲撃型ですけどしっかり殴れる性能、まあそれはバイタルキラー M があるからだよね。そしてまあハービセルでは結構レギュラーで入れてる人も多いと思う。今でもまあシールドブレイカーとかね、うん、ここでまあ、あのヤクモとかまあ、ロイドとか、壁ドン系のサポートができるかな。まあ、ヤエンのサポートもしてるのかな。うん。なるほど。あそこではね。はい。まあ、ここも個性の一つでございます。はい。で、適正数もやっぱりギミック対応がマイン重力ダメを、まあ、魔法陣まで入ってるんで、結構多くのステージいけるんですよね。まあ、別に天魔にでも使えるし。まあ、あそこ弱点ないですけどね。うん。他のところで。はい。友情も含めていけるようになっている。まあ、ハーブスもいける。で、まあ、友情が強いから、普通にゴーゼスとかいけちゃうよねってところも、やっぱちらほら。うん。ちらほら。うん。普通にダウトとかも、ね、サオもいけるし。うん。という感じで、まあ、こいつも適性が広くて、まあ、ロイドと違うのはやっぱり友情で俺は壊してるから、ロイドよりも評価が高かったかな。なるほどね。とは思ってるんですよね。はい。まあ、てな感じで、マホロバが第5位。はい。第4位は、ガブリエル。来た来た来た。ガブリエル・ミリートさん。違います。シンプルなガブリエルさんです。うん、そうだね。はい、まあ、ガブリエルなんですけど、まあこいつは今レギュラーは天魔2が多いかな。うん、天魔2のまあフィニッシャー役ミューズとの合わせで入るキャラということで、まあなんて言っても SS がとんでもないっすね、うん、こいつの特徴としてはシンプルに底力まで発動しちゃうと、これ事業家が最大です。何倍 ?4 倍ぐらいいるんだっけ？かなり高かったね。3倍だっけ？うん。ちょっと細かい数ちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけど、まあ、HP が減少してマックスだと、もうかなりの持久感、まあ、5倍ぐらい出せたっていう話ですね。はい。これがめちゃくちゃ強いから、貫通化なんだけど、天魔2でフィニッシャー役としてめちゃくちゃ強いという風になっております。もうガムリエル本当、丸っきし変わったから。うん。友情があってコピーと、ね、コースピーアップっていうことなんで、まあ、コースピーアップの部分が主にはでかいかな。コピーに関しては今のところちょっと活かせるところ正直あんまないかなって感じ。しっかり個性を持った砲撃型のコピーなんですけどね。うん、まあ、これをもうちょい活かしたいですね、今後は。そうね。うん。今のところではやっぱりミューズとの合わせがやっぱ必須みたいになっちゃってるんで、はい。まあ、こっちの方はやっぱ天魔2の活躍。他だと、まあ、最新のね、未開52でも強いですよね。うん。うん。まあ、だけど、こっちの反射のガブよりは、こっちの貫通の方ね。こっちの方が未開 52は使ってるかな、うん。こっちの方が優先すべきだと思う。で、こっちのガブリエルの特徴も SS なんよ。やっぱり割合。これを負けるっていうのが強い。勝ち確定できるよ、ね。敵が HP 回復やら、序盤以上無効しない限りは、勝ち確定できる。これを打っちゃえばね。はい。まあなんで、この SS が特徴で、まあ使うっていう感じかな。はい。でもこっちの貫通の方はあんまり接待もらってないかなっていう感じ。なんか長距離曲からなんですか？そう、長距離曲だったりとか、そう、最新の未開で今のところ収まっちゃってるかな。まあ細かいところ行くと全然いけるとは思うんだけどね。まあ一番ではないかなっていう感じ。なのでまあこの2形態の評価をもろもろしてまあ第4位にはいるかなっていう感じ。うん。まあ天魔2はフィニッシャー第1枠で、もう一個の方は未開で最強枠かな、正直。うん。まあ最強が2つあって、まあさらに、あ、離れくくりとかもいけますね。まあ、こいつじゃなくてもいいんですけど、まあ、3番手ぐらいにはいるかな。うん。っていう感じはするので、はい。そこら辺もろもろ評価したら、まあ、第4位ぐらいにいるんじゃないかなと思います。まあ、でも、ガブリエルはね、ちょっとこんなもんで収まってほしくないんですよね、個人的には。本来ならば。本来ならば。なので、来年もっと頑張ってください。まあ、合わせいいキャラもだから出てほしいです。もっと、まあ、今らはミューズだけなんだけど、もっとこいつを活かせるね、はい、やつ出てくれたら嬉しいなと思っております。第3位、ミューズ。おぉ、なるほど。ミューズか。まあ、ここら辺はね、
僕もすごく言われるんですけど、僕はミューズかなっていう感じ。でもほんとミューズ強いね。ほんと強い。はじめはあんなに疑問視されてたのに。いや、偉すぎるよね、ミューズ。ほんと、いろいろマジでね。こっちだよ、こっちの携帯だよね。そう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 。やっぱり短縮爆発でオールアーチ6ターンっていうことで、まあ、適正の幅はかなり広いです、正直。うん、まあ、こいつほんと4体とか艦隊だったらずっと SS オールアーチで撃ってるので、こいつのギミック対応っていうのはね、まあ、重力まで加味していいのかな。うん、うん、マジかなりうまくないでる。別にこいつ自体が動けなくても他の2キャラが適正だったらね、うまくサポートするっていう形でも使えるし、もうほんと偉いですね、こいつは。で、天魔竜は今だと最強格。まあ別に SS とか打たなくてもその源流封じがあるんで、これでマイン持ってれば雑魚ワンパンなのかな。うん、まあ、それとかもなんかあそこってディレクションがあるんで、めちゃくちゃ雑魚処理めんどくさいところを楽にしてくれてるよね。で、反射で行かなきゃいけないところは、まあ、この SS で、まあ、アクセラレーターをあそこのステージあってね、まあ、本当に天魔竜をぶっ壊すような性能をしてるなと。で、今の貴族性の強いやつが出ても、だいたいなんかミューズと合わせとけっていう感じになっちゃってる。わかる。まあ、先だとロイドとかわかりやすいし、うん。あいつもまあ、ぶっちゃけ合わせてください。ミューズと合わせたらもう全然持っていけるよね、みたいな感じだよね。で、さっき言ったガブリエルもそうだよね。うん、ミューズと合わせてくださいって言ってる。ハッピーセットにされてる、もう、下半期は。うん。うん。そうなると、まあ結構、もっとかなきゃやばいキャラみたいなレベルになっちゃってるよね。そうね。はい。で、まあこっちの話はいいとして、まあ、こっちもまあ離れコグニで、まあ、一番強いだろうっていう性能になってしまっている。ちゃんと強いんだよな。ちゃんと強い。うん、あんま入れすぎると止まるの遅くて離れコグニムカつくけど。まあ確かに。まあでもぶっちゃけその時間とかを加味しないならばずっと動いてた方が強いからね、あのステージ。はい。まあこっちのミューズはスピードアップかけるにバブリーモード、とんでもない火力ですね、これ。まあ、SS でね、がね、ちょっと自己完結してないんで、まあ、毒の部分が。はい。他でフォローしてあげる必要はあるんだけど、まあ、セイラムとのね、合わせて、ね、毒キラーも活かせてね、火力も出せるという。うん。しっかり相方もいるっていうのもいいかな。まあ、正直こっちのミューズの方はでも、離れコグニ以外で個人的に使ってないんですけどね。まあ、そうかもしれないね。うん。まあ、だけどそこでまあ、一番取っている。最新の。まあ、離れコグニじゃ強いから価値あると思うし。うん。うん。まあこれからもあるだろうね。こんなギミック対応あって、スピードアップ。まあ今回とかで言うと、未開とかではあるのか。37とか。ああ、はいはい。今最新まで進んでる人はやってないだろうけどね。あそこってそこそこ難しかったと思うんで。ああいうところでも、細かいところでやっぱスピードアップっていうのは、うん、使える場面っていうのは多いので。こっちの方もやっぱり価値高いから。まあでも主には天魔に第1位の、この性能。うん。まあ、一番じゃないけど水獄とかもいけるのか。そうですね。やっぱ行けるところは広いですね、うん、やはり。はい。行けるところが広くて、天まで一番取ってるっていう理由で、第3位になりました。第2位は、新島あやゆです。うん。うん。まあ、俺結構周りから、お前新島評価しすぎだろって言われるんだけどね。いや、でもマジで強いとは思ってるんだけどね。うん。まあ、でも一番なのは、やっぱり、水獄のあらや、かな。やっぱ深すぎる、こいつは。深すぎる。深い。一番やっぱりぶっ壊してるから。うん。なんだろう。まあ、一番不可思議集会でどこやりますって言ったら水だよね。まあそうじゃない。そこで使うキャラって何ですか？虹も嫌いですよね。もうそれだけでもう、価値が違いすぎる。他の深淵適性と比べて。まあ、まあ、さらに言うなら、八重がいるからそこ集会するよね。まあ八重がいるから。そうだね、うん。で、ワンパンできるところでおそらくもう、もう俺、水獄以外現れないんじゃないかなと思ってる。なるほど。うん。だから、これからは多分変わらないかな。多分、不可思議で欲しいんだったら、水をやるのが一番効率がいいっていうのは、うん。俺、来年になっても変わらない気もしてるんで、うん。うん。だから、八重の価値はほぼ落ちることはない。で、まあ、そこがやっぱり一番だね。まあ、水獄のあらや、いけるっていうのが。これはだから、深さなんだよ。広さじゃない。まあ多分、そんなに重要視してない人が多いんだろうね。それ言われるのは、じゃあ。まあ最悪不可思議いらないからね。そう。それはあるかもしれない。ね、最悪不可思議はいりません。うん、まあ、天魔は毎月やります。そうね。うん。
ならミューズの方が評価高くなるかっつうのも分かる気持ちは。で、周回しなきゃ別にどこやってもいいからね、CM は。いや、ほんとにそう。まあなんか、それは人によって評価変わってくるよなっていうのも俺も分かりますよね。なるほどね。はい。まあ、俺の個人のあれですからね。そうだね。だと、評価高いかなっていう感じです。なるほど。うん。まあさすがにワンパンもしてね、友情もこんだけ強いと。うん。まあ評価せざるを得ないかな。で、まあ、深淵以外でもしっかり強いっていう。まあ、俺が毎回使ってるのは未開の40なのとかかな。うん。うん。あそこ、まあ、あそこ、うん、まあ、週末じゃなくてなんだっけ、あいつ。幕末が一番強いステージなんですけど、うん。俺は八重入れってやってるかな。友情強くて。まあ、最新の52とかも、八重強い。うん、うん。意外と接待もらってる。だから、案外いけるとこ多いんだね。案外いけるとこ多い。まあ、ちょっと持ってる人が少ないっていうのもあるのかな。いや、所持率は結構あると思う。うん、ちょっとあるかも。ミューズよりも確かに、レイの方がね、持ってる人少なそう。でも、使うとマジで、結構いけるとこ多い。で、たとえレーザーバリアキラー L が乗ってなくても友情強い。あ、友情はね、俺もそれ感じるんだよね。うん、かなり強いよね。ちょっとそもそも強くて、レーザーバリア L 乗っちゃうとほんとぶっ壊れになっちゃう。うん。海外いないレベル。うん、まあ、それでだから、最新の未開とかでも活躍しちゃってるのか。はい。で、ワンパン要素がある。これがマジで強い。まあ、これが周回を楽にしてる理由だよね。難しいところの。そうですね。うん。やっぱ、当該の意思を継いでるんで。同じなんだよな。でも、倍率団地。倍率団地で、うん、掛け算 FE。はい。まあ、だから、当該と比べるのはおかしいんですけど、まあ、それがね、さらに壁 SS 端子に回せてしまうと。何頭おかしいこと言ってんだ、こいつは。っていう感じなんだよ、正直。俺から言うと。本当倍率やばいからね、この SS は。ほんとやばい。ぶっちゃけ、レザバリー L なくても強いよ。だって、マインスイーパー家だから。うん。3倍乗せられるから、掛け算できる数値がちょっとでかすぎる。かな。そうね。うん。まあ、だから、こいつはマジで、総攻守、揃ったキャラですよ。3秒揃ってる。3秒揃ってるね。え、マジ 3? でも、マジで好きなくない？俺、ほんと八重の性能好きだからさ、ちょっと評価しすぎなのかもしれないけど、うん、すごく俺は八重好きなキャラで、うん、かなり評価上げたいかなと思って、今回は火属性の第2位に上げさせてください。はい、第1位は、ヤクモでございます。でしょうね、これは。うん。今年のなって、象徴ですから。そうですよ。だから、さっき言ってた、こいつが牛耳りすぎて、すべてのクエストを、下の順位つけるのがめっちゃ難かった。どこも一番なんですもんね。どこも一番。マジで。ナンバーワン、ヤクモ。あ、ここヤクモね。はい、ここ、ヤクモね。あ、こっちのヤクモね。みたいな。そうもうね、低難易度の周回から高難易度までね、ちょっとね、今年はヤクモ、過ぎたね。うん。うん。故に、ちょっと下の順位つけるのが本当難しかったかな。そうね。うん。まあ、ここまで両形態強いの俺、まあ見たことないわ。どっちかがちょっと尖り気味になるっていうのがね、そうそう多いですからね。まあこっちの反射の方の役もは、殴りの最強、うん。ぶっちゃけ今のモンストで一番強い殴りキャラです。多分そうだよね。そう多分今のモンストで一番強い殴りキャラだと思う。で、まあこっちの反射の方ね。こいつも、友情ワンパンスペックはナンバーワン。うん。かな。間違いないです。打点は一番高いんじゃないかな。打点一番高いからそう。まあ、ルシファーという比較がいると思うんですけど、友情ワンパン界ではね。そうだね。うん。打点が高いのはヤクモ。ルシファーが届かなかったならば、ヤクモでやってみようっていう今、卓になると思うんですよ。うん。うん。まあだから、こいつもナンバーワンなんだよ。そう。正直、友情界ではね。10で使わなくても、天魔7で使うからな、普通に。あ、そうでした。そうだよね。もう当たり前すぎて忘れてた。そうだよね。うん、まあ、天魔7をぶっ壊した張本人で、まあだから天魔7がいくら追加来ようと、ヤクモがいるから全て霞んでしまうっていう。そう、現象あります。まあこいつちょっと全てが良すぎるよね。友情に合わせて SS も作られてて、アビリティもセットされてるっていう感じなんで、まあ唯一の欠点つったらコピーできないぐらいかな。まあそうだね。うん、アビリティで結構持っちゃってるからね。そうそうそう。まあ、でもそこ以外は本当完璧って感じ。はい。もちろんちょっと言い忘れたね。天魔重適性です。もちろん。もちろん。殴り最強なんでね。はい、天魔重適性で、まあ、周回に欠かせないキャラにもなっているっていう感じ。
です。いやー上レーン圧倒的1位でしたね。はい、ということで帰属性ベスト10やっていきました。うん、まあ石の時言ったように本当に上が優秀すぎて難しかったです、うん、特に5位以下だ。はい、で個人的にはガブリエルもうちょい頑張ってほしいかな。はいはい、頑張れ。来年の本当合わせキャラによってはもっと映えると思う。またこの間追加とかでねハマっちゃえば。そうだね、マジで目立たないところ。俺が注力してるのは重力ダメをワインだけど、来年あたりのあらかじら高難易度は新しいの追加あるでしょう。さすがに今、穴がないっていう感じになっちゃってるんで。そうだね。うん。新しいコンテンツ来てほしいですね。まあ、ちなみに、多分いろんな人が疑問に思うであろうことを聞いてもいいですか？はい。スノードロップとか、あの辺は入んないですか？あ、田村さん。そう、田村さん。迷いました。うん。迷ったけど、まあ、俺はちょっとあんまりサポートを評価しない感じかな。なるほど。うん。結局サポートキャラって何かがいないと、うん、使わないなっていうイメージがあるので、正直スノードロップに関しては迷ったんですけど、今回はちょっと省きましたね。省いたつが、順位には入らなかった。考慮はしたけどね。はい、っていう感じです。でもわかるね。田村とかスノードロップが入っても。そう、多分気になる人いいんじゃないかな。一番強い人との合わせだ。そうなんだよね。相方が最強だからね。相方が最強なら、まあ、おのずと上がってきちゃうかなっていう気持ちもわかるけど、今回はそこら辺は評価したけど入らなかったかなっていう感じかな。はい。まあこれはおのおのあると思うんでね。そうですね。はい。皆さんの意見も聞かせてください。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。